せ来てくれたんだ。ありがとね。あの、これ試験の結果が返ってきたの。ごめんなさい、本当は一緒に見ようと思ったんだけど先に見ちゃった。あのね、あのね先生、私信じらんないくらいいい成績だったの。もう大丈夫だよ、私部活やめずに済むよ。ほんと信じらんない、私いつも補習ばっかりで友達にも先生にもバカだなって笑われて、勉強が嫌いだったはずなのに、たった一週間で。この一週間辛いこともあったけど楽しかったし、本当に頑張ってよかった。ありがとう先生、頑張れたのは先生と一緒にいて楽しかったからだと思う。先生と出会ったのが一週間前だったなんて信じらんない。なんだか不思議だね、ずっと長い時間教えてきてもらったような、そんな感覚だったよ。ずっと。実はね、さっきお母さんと話したの。先生、夏が終わってもずっと私を教えてくれませんか。私、教えてもらうなら他の人じゃなくて先生がいい。先生さえ良ければだけど。本当？先生、ありがとう。ずっと私の先生でいてね。愛情いっぱいの良い家庭教師として頑張っていきましょう。